愛知県19歳学生コアコアさんからのお悩み投稿。あら、またリカ。リカ子さん、ありがとうございます。私と友人のママ、ヒカリ、さらに最近気になっているキイチ君を含めた6人は仲が良く、この日もみんなで話をしていたんですが、こういうところでね、一歩進むね、どうしたでしょ。楽しいね、今度のリカ。何したの？キイチずっと眠そうじゃない？確かに、ずっとあくびしてるもんな。やだ、飲み会してずっとあくびしてんの。昨日レイカにおすすめされた YouTube が面白すぎてさ、全然見てくれたんだ。いいじゃん、いいじゃん、嬉しい。俺もレイカが教えてくれたアベノの見てたんだけど、あれこれかな。めっちゃハマった。最高だ。レイカちゃん進めてくれる。うちらもめっちゃハマるよね。めっちゃハマった。そうなのと会話が盛り上がっている。レイカ進め上手なんだね。そうね。レイカってさ、キイチのこと好きなんだよね。おい、まだ見るよ。いいじゃん。それなのによく他の男子に言われてるの。この場で言う。いや、そんなことないよ。見てて思うよ。この子好きなんだよ、多分さっきの子。キイチの子？違う違う、キイチじゃない子。うんうん、こっちのね。あの奥の子ね。そうかな。女の子の友達からレイカってよく思わせぶりな態度取るよねって言われます、うん、私はそんなつもりはないし、そう言ってくる子の方が男の子に対してボディタッチを過剰にしたりぶりっこしてる気がします。また思わせぶりだよねと言われた時の返事にも困ります。どうしたらいいと思いますか？同性から